ビデオカメラのデータ復旧に成功した事例をご紹介します。タッチパネル操作ができないビデオカメラ JVC エブリオ GZE265 のデータ復旧依頼を福岡県のお客様からいただきました。いつの間にかビデオカメラの液晶タッチパネルが故障していてタッチ操作できない状態でした。ビデオカメラ本体内蔵メモリのデータ取り出しに成功しました。 JVC エブリオ GZE265 ビデオカメラが壊れてしまいタッチパネルの操作ができない状態からデータ復旧に成功した事例となります。お依頼をいただくまでの経緯です。ビデオカメラのタッチパネルが反応しない状態です。いつの間にか壊れていました。画面の表示は普通なのにタッチしても反応せず何も操作できません。 SD カードは使わずにビデオカメラ本体内蔵メモリに録画していました。タッチ操作できないのでビデオカメラ内のデータを見ることもコピーすることもできません。大事なデータが数年分入っています。どうにかしてデータを取り出したいです。 Google で検索しこちらのサイトを見つけました。タッチパネルが反応しない JVC エブリオビデオカメラのデータ復旧に成功した事例が紹介されていたので私のビデオカメラもデータ復旧できるのではと考えました。とりあえず電話で聞いてみたところ今までの実績から考えて JVC エブリオGZE265 ビデオカメラのタッチパネルが反応しない状態であればまず問題なくデータを取り出せると回答がありました。また費用についてはビデオカメラのデータ復旧料金のページに掲載しているままで行ってくれるそうです。診断は無料で万が一復元できなかった場合には料金はかからないとのこと。そこでお願いすることに決めました。ビデオカメラのタッチパネルが故障することがあります。タッチしても反応せず、何も操作できなくなってしまう症状です。特に何もしていないはずなのに、突然タッチ操作不能になることもよくあります。ほとんどの場合、ビデオカメラ本体と液晶パネルを接続するケーブルに異常が発生し、その影響でタッチ操作ができなくなります。ビデオカメラの構造上、画面を開け閉めする際にケーブルに負荷がかかります。それですぐに壊れるわけではなく、長年使用していると少しずつケーブルに疲労が蓄積され、ある時点で限界を迎えて壊れてしまいます。ビデオカメラを落下させ故障し、タッチ操作できなくなることもあります。落下時の衝撃で画面が割れてしまい、その影響でタッチパネルが反応しなくなることが多いです。スマホだと画面が多少割れてもタッチ操作できたりしますが、ビデオカメラの画面が割れるとタッチ操作できなくなるケースが多いようです。ビデオカメラは液晶パネルをタッチして操作するのを前提として作られています。そのためタッチパネルが反応しないと設定画面を表示したり、データをコピーしたりの操作ができません。でも、ビデオカメラ本体に保存されているデータを諦める必要はありません。タッチパネルが反応しない状態でも、弊社でデータ復旧できるためです。今回ご相談いただいたビデオカメラは、JVC エブリオ GZE265 です。2011年12月発売で、32GB の内蔵メモリを搭載しています。発売してから何年も経っていますので、ケーブルの経年劣化によりタッチ操作できなくなったと考えられます。まずは無料初期診断を行うため、JVC エブリオ GZE265 ビデオカメラを弊社まで U パックにてお送りいただきました。ビデオカメラが到着したら診断を開始します。
かなり難度の高い処理もありますが、熟練した技術者がしっかりと確実に丁寧に処理していきます。結果として、必要な動画データ5時間5分 100% の復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換しての納品となりました。タッチパネルが壊れてしまい、タッチしても反応せず何も操作できない JVC エブリオ GZE265 ビデオカメラのデータは復旧できます。タッチパネルが反応しない、液晶画面が真っ暗で映らない、液晶画面が真っ白になっている。このような状態でもデータ復旧できます。ビデオカメラのデータのことでお困りでしたらご相談ください。液晶画面が壊れて操作不能な JVC エブリオ GZE265 ビデオカメラのデータ取り出しに成功しました。ビデオカメラ本体内蔵メモリに保存されていたデータをすべて復旧することができました。ご家族の大切な思い出の動画を5時間以上も無事に取り戻すことができて本当に良かったです。JVC エブリオGZE265 ビデオカメラのデータは復旧できます。法人様からも個人様からもご依頼いただいています。YouTuber の方からのご依頼も増えています。ビデオカメラのデータ復旧でお困りでしたら、まずはご相談ください。ご相談は完全無料で受付しています。ご相談をいただいたからといって、しつこいセールスは一切ありませんので、ご安心いただければと思います。ご相談は、お電話でも、メールでも、LINE でも行うことができます。どうぞ、お気軽に、ご相談、お問い合わせください。